こんにちは。どうも。おはよう。こんにちは。今日は準備しながら配信をします。やっほー、こんにちは。おたけさん、ハートありがとう。コナンさん、音符。福ちゃん、お疲れ。テキサスのロスターさん、花束。マー君、お断りです。ヒーローさん、お断りです。それからさん、ヒーローさん、ハートありがとう。カンさん、音符とマイクありがとう。大輔さん、音符。 A ちゃん、ハート。カイちゃん、バラ。おたけさん、バラ。大吉さん、かわいい、ありがとう。真空拳さん、しんちゃんさん、音符ありがとう。福ちゃん、バルーン、ありがとうございます。もう今日は夜まであるので、メイクをね、早く終わらせて気合を入れます。ミッキーさん、マイク。アルテミスさん、ハート。カイちゃん、だるま。モリモリさん、音符ありがとう。コウジさん、ハート。シュンボウさん、音符ありがとう。ゴキザリーさん、ハート。アキさん、だるま。フジポン、ハート。アイスレモンさん、音符。ゼータファイター、ありがとうございます。ちょっと鏡忘れてきちゃった。鏡持ってくる。ちょっとお待ちください。なんか斜めになる。鏡持ってこなきゃ。行ってまいる。鏡です。暑い。今日も暑いですね。フレーベさん、マイクありがとう。 A ちゃん、ハートありがとう。 Z さん、お疲れ。福太郎さん、回復薬ありがとう。よく眠れました。よく寝れたよ。何時間だろう。6時間睡眠。トールさん、お疲れ。ゆたパパさん、かわいい、ありがとう。なんか斜めになる。あ、戻った。本当は今日10時に起きたかったんですけど、なんか目が覚めちゃって8時半に起きました。なんかちょっと損した気持ちです。寝れたのにってなる。メイク。聞いて、これ壊れたんですよ。この蓋が、あ、落ちちゃった。よいしょ。蓋がね、あれ拾えない？あ、拾えなかった。よいしょ。あれ。よいしょ。これはこの蓋が取れちゃって、丸見えになっちゃいました。悲しい。チーク。BD マンさん、マイクありがとう。さとこさん、ミスリザルさん、ハートありがとう。ダーソクさん、ありがとう。 Z さん、ラブレターありがとう。こんにちは。そう、声ラジは2週間お休みです。
2週間甲子園です。甲子園で放送はありません。 STU の公式が岡村リオって書いてたけどありません。訂正されてた、さっき見たら。これラジオ次はリオツンが出るってことですね。2週間後、今週と来週は月曜日から木曜日まで誰もない週で、また月末から始まります。なんか今日眉毛濃いかもです。よいしょ。マルヒノさん、バルーンありがとうございます。メイク。待って、パンダさん、お断りです。こんにちは。ザ・ツルーガーソットさん、ありがとう。だるま新聞記者のともやさん、ハートありがとう。今んとこ元気ですよ。ちょっと声がガサガサしてる。藤岡猫ニャーさん、チェケラッチョさん、ハートありがとう。声がガサガサ。カエルピョコピョコもピョコピョコさん、レインボースターありがとう。鼻、あ、ねえ塗りすぎてるよね。これは塗りすぎちゃった。塗りすぎた、大変。塗りすぎてあざみたいになっちゃった。えい最悪です。今鼻を作ってました。鼻。最悪、もうメイク落ちちゃった。最悪だ、もうメイク崩れちゃいました。あ、配信前からコツコツ下地から頑張ってやったのに。ショックです。こんにちは。ちょっと汗がとんでもないです。汗かき。はい、歯ですよ。うん、暑い。でもエアコンをつけるともう配信終わったらお仕事行かなきゃだから、今つけるのはちょっとなんか違うなって、タイミング違うなって感じなので、夜ならまだいいけど今ちょっと違うかなって感じなので、耐えます。扇風機で、はい、花作り。ミックさん、ヘビースカスありがとう。よし、花作り。あー落ちちゃった。みんなは今お仕事中ですか？お仕事してますか？
ちょっとね、今つけたらなんかエアコンってさ、つけるときが一番電気を使うって言うじゃないですか。今つけると電気代もったいないなっていう理由です。節約。花作り工場見学は予約だけとなっておりますか。そうですね、先ほどのように失敗することもありますので、ちょっと隠蔽するために見学は行っておりません。先ほど全世界に向けて発信してしまいました。最悪です。楓さん、ありがとうございます。はい、タレ麺にします。すぎる。リコチにもらったやつで書きます。今日なんか朝起きたらむくんでいて、なんでだろう。昨日の夜配信終わってから煎じ肉食べたからかな。むくんでってちょっとしょぼんです。終わりかな。あ、違うわ。ミックさん、バラありがとう。ティフの楽屋でポテチ食べたからかな。まつげが、見てください、まつげが。まつげ美容液を塗っただけでこんなに束になった。じゃーん、どどん、まつげ美容液、これ透明の。次は大事。はい、まつげいい感じになりました。おしまいです。メイク完了、完了、メイク完了した。あとは髪の毛、髪の毛だよ。今日は適当メイクです。とりあえずメイクをする。だから適当にやったら眉毛が濃くなりました。なんかさ、あれですよね、眉毛とか唇の色濃かったらさ、メイク濃いって思うよね、人って。でも今日は適当です。見て、顔洗ったから前髪が濡れてる。誰か乾かしてください。やばい、ドライヤーしないといけないレベルで前髪が、洗顔が下手くそです。
でもね、多分ね、この配信今メイク濃く見えるのライトのせいもありそう。ライト消したら薄いと思う。ほら、ライトが強いか。じゃーん。よいしょ。あと眉毛だね。眉毛濃いもん今日。眉毛の存在感、ちょっとドライヤーしたくないです。暑いから扇風機に頑張ってもらおうかな。これに頑張ってもらおうかな。ちょっとイヤホン勢に申し訳ないけど、前髪全然乾かない。全然乾いて、全然乾かない。人間の吐息の方が乾きそう。お願いします。みんなの吐息で。だから今お昼ご飯とかの時間だからやばいかな。ご飯中に吐息お願いしたら米粒とか飛んでくるかな。あ、くしゃみしないでください。人の顔の前で。乾けごま、乾けごま。乾いてきたかも。だんだんニンニク塩で参戦。 U ターンしてください。やばい、ニンニク塩とカレー塩。カレー食べてる？カレー塩って言ったらなんか違うやつになっちゃった。カレーね、カレー、あのご飯の方のカレーね。ね、違うよ。でもカレーの匂いってきたから違いますよ。食べる方のね、カレーね。誤解です、誤解です、誤解。いや、コメントあったからね、カレーの。え、文字付きだったよ、ちゃんとね。ちょっと痛い、これ痛いです。ジャパングさん、ハイビスカス、ありがとう。前髪よし、乾いた。乾いたらなんか毛量が増えた、さっきより。うわ、前髪作りの儀式。では前髪作り工場見学にお越しの皆さん、こんにちは。まず前髪を作る際はこうやって触覚を発掘してきます。はい、見つけられました。前髪を見つけましたら、ちょっと頑張りたいと思います。ここからは頑張りどころです。まさくん、マイクありがとうございます。それではでは、ヘアアイロンをセットいたしまして、ヘアアイロンをセットいたしまして、じゃん、一番下の140度。この前ね、メイクさんの使ってるヘアアイロン見たら200度だったんだけど、200度はやばすぎる。いつもメイクさんが髪の毛をこうやってしてくださった後、
超サラサラになるじゃん、すごいメイクさんすごいと思って、温度見て200度、200度の熱で、200度がいいのかな、プロがやってるのがいいのかな。ちょっと私はビビって140度でした。ずっとそう200度でやってた。一番下の温度が140度、このメーカーは。激熱、もうそれやけどもしちゃうわって感じですよね。私よくこの巻くときに、これはストレートにするやつなんですけど、髪の毛をくるくる巻くアイロンとかでこうくるくるしてるときに、この前ここ顎とここ首と両方ダブルで同じ日にやっちゃって、2、3ヶ月前ぐらいに。危険です。危ない危ない。こんにちは。今日ポニーテールにしようかな、暑いから。毛先だけアイロンしたらポニーテールにしちゃおう。ばあちゃん、はいよ、はいよ。日に日に髪が焼けて、ヘアアイロンか日光か分かんないけど髪が焼けて、どんどんね髪の色が茶色くなってきた。なんかスタッフさんとかメンバーに、あ、染めたの？って言われるんですよ。たまーに数ヶ月に1回レベルでね言われる。特に黒い服を着てる日に言われる。もう髪染めたの？染めてません、傷んでるんですって言って。今日はねちょっと黒く見えるけど、黒い服の時はなんか茶色く見えて、傷ん茶色くなっています。焼けちゃった。しんさん、音符ありがとうございます。サウナナウ？え、ガチのサウナですか？それともこの日光にやられたってこと？ガチサウナ？ガチサウナかい？ビヨーンビヨーン。ほい、髪がまとまった。ポニーテール、ポニーテールしよう。サウナとさ、今の気温どっちが暑いですか？ほぼ同じぐらいなんじゃない？もう暑すぎて。ろう人形さん、音符レオンさん、ハートありがとうございます。サウナか。それはさすがにサウナが暑いか。外です。あ、外か、外ですか。よいしょよいしょ。暑いからポニーテールしようと思ったけど、ポニーテールで汗かいてきた。ポニーテール作る工程で汗をかいてきました。キャー！
茶太郎さん、ハートありがとうございます。ありがとう。こんにちは。よし。よし。よし。ポニーテ、ポニーテ。どう？ちょっとなんかうまくまとまってくれない。シュッシュッシュッってやりたい。クリームみたいな、ヘアクリームみたいなやつここにシュッシュッってやりたい。気持ちいい。まあいいよ、とりあえず簡単に結んでおきます。後で結び直そう。オッケーオッケー。今日は暑いのでフニーテールです。モサモサしてる。こんにちは。今日むくんでるわ。クックさん、アイスありがとうございます。こんにちは。どうもこんにちはです。あ、みんなお昼になったからこんにちはって言って見に来てくれてる。こんにちは。まこばやさん、音符ありがとう。お昼休憩ですか？みんな。マー君、お断りです。昼休憩の始まりですか？違いますか？本当はずっと見てましたか？サッタン、お断りです。まるさん、音符ありがとう。会議の始まり、ファイトだよ。お腹が鳴らないようにね。しんちゃんさん、音符。みっくさん、バルーン、ありがとう。お昼休み、お昼休み、休憩ウォッチングですか？休憩ウォッチング中。今日はハンマーで配信しますね。12時半、12時半まで。そしたらちょっと準備する。お昼休みはウキウキウォッチング。え、いいと思っていつまでやってましたっけ。あー、めっちゃ揺れちゃった。あー、いいと思はいつまで。三枚刃さん、響さん、ハートありがとう。結構もう終わってから長い？10年ぐらい経つ？そんな経つ？そんな経ちますか？本当？ビヨーン。じゃあ血出しになってからは何年ですか？そんな経つの？早いね。前が2014年？
じゃあちょうど10年ほい、2014年3月だったの。確かにラビットだね。今ラビット、まあ、曲違うけど TBS だけどラビット見てますよ。私いろいろ見ます。いろんな曲の番組を見る。ヒルナンデスも見る。さやちゃんハートありがとう。マルヒノさんアンプありがとう。おみかんさんありがとう。パ、はい、パと申します。こんにちは。あ、こんにちはって言われてる。こんにちは。ラビットはイコラブさんとか坂道さんとかが出るから。わかわいいと思って見ちゃう。2011年地図次回し、それだったら13年、もう13年経つの。13年ということは小学校入って中学校入ってもう高校も卒業してぐらい。わーお、わー、そりゃもうさ、え、じゃあもうメンバーとかの中でも学生メンバーは生まれた時から地デジだよみたいな感じかな。物心ついた時は地デジでしたよって感じかな。はあ、恐ろしい。おりちゃんトロピカルミュージックバスケットありがとう。まぶろうさんハートありがとう。こんにちは。どん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 テレビが薄くなっていくから将来のテレビはどうなってるでしょう。もうこんな A4 用紙ぐらい薄っぺらいかもしれない。アナログ終了が2011年。めっちゃ覚えてるもん。なんかさ、テレビの左上とかに地デジカが出てきてカウントダウンしてた、うん、もう見れなくなりますよ、地デジになりますみたいなカウントダウンをしてきて。フィルム上、わーわあわあ、将来のテレビ。あ、確かにもう画面というものがなくなるかもね。本当だね。そんな鹿もいたね。うん、いろんな鹿がいるよね。セント君とか。セント君とかとか。ね、プロジェクター。プロジェクターも最近いろんな人が使ってるからいいなと思うんですけど、プロジェクターを映す壁が天井もそんな映せないな。電気とかついてて相当広いお家じゃないと厳しい。プロジェクターって画質とかはどうなんだろう。プロジェクター持ってる人おしゃれって感じ。すでにフィルム上のテレビは開発されてる。ねえ、そうなの？もう時代は進んでいるっていうの？取り残されているのは私だけなんですか？6畳あれば。そのうち何畳なんだろう？どんぐらいなんだろう？うん、プロジェクター私買ってもさ、最初だけ使って後から普通にもう使わなくなりそうな予感がする。悲しいね。何でもそうだよね。
プロジェクターがついてるビデオカメラ、何それ。ビデオカメラにもなるしプロジェクターにもなるってこと。はあ、みんななんか最新機器をいっぱい持っとるんだな。ちょっと前髪うまくできないかも、今日無理かも。ガモーさん、ハート。ふみあきさん、ハイビスカスありがとう。こんにちは、お疲れ様です。あ、いい感じになった。無理かもって思ったけど良さそうかも。これで固めたらいけるか。これ指に出して、一人暮らしならだいたい8から10畳。そんなあるかな。あるのか。家具とかをさ、どかしたら広さ変わるよね、家って。やっぱり私家具の配置変えたいんよね。家具の配置、一人暮らしのさ部屋の家具とかさ調べるとめっちゃおしゃれな人出てくるんですよ、 SNS で。変えたいな。カーテンも変えたい。カーテンめっちゃシンプル。みんなこだわっていますか、お部屋のインテリアとか。そうなの、移動が大変なんよ。そう、毎回毎回さ引きずらないようにしなきゃいけないからめっちゃ頑張ってやるけど、あとね、アクスタを飾ってる棚があるんですけど、それをね、またアクスタを一回どけて、アクスタどけた後にあのまた作り直すのもめんどくさくってね。場所変えたいけどめんどくさいからいっかと思ってね、全然ずっとそのまま。アクスタちゃん、ヴィンテージ屋さん、おしゃれおしゃれおしゃれ。そうだね、このスプレーを使ってるのは私だけかも、家で。みんなメイクさんは使ってるけど、私ぐらいなのかな。これなんかこれをたまに持参するんですよ、楽屋に。したらそのメイクさんのスプレー次借りますみたいな、たまに言われますメンバーが持参するとも思わないし、メンバーがさこれを買ってるってのも思わないのかわかんないけど。パッツン、どう？パッツン具合、パッツン具合どうですか？前髪いい感じの長さじゃない？今ちょうどいけー、いい感じ？揃ってる？揃っておるか？しゅんさん、ありがとう。こんにちは。もうちょっとかけたい。で、今固めるのはちょっと怖い。いつもね、この固める段階で失敗するんよ。こうやって丁寧に形作るじゃないですか。で、固めるときにスプレーがもう勢いがすごすぎて、その風で風圧でやられてね、前髪がいつも変な形に固まるんですよ。なのでこのスプレーが一番の難関。全部を台無しにしてくる。クロさん、音符ありがとう。
良平さん、ありがとう。ナイトクルージングにフィフト、目まぐるしい2日間お疲れ様でした。ありがとう。でも個人的に今日が結構ちょっとバタバタな感じで、今日の夜になったら一回一安心って感じです。頑張ります。頑張るぞ。そしたらまた週末がやってきます。こんにちは。頑張るよ。ちょっと前髪瞑想してきた。瞑想してきたよ。ファラオさん、ハイビスカス、おみかんさん、ファイト、ありがとう。瞑想してる、やばい。で、まとまらなくなってきた。私が瞑想してるんじゃなくて、この髪側が瞑想し始めたから、言うこと聞いて。なんかナウシカが回す笛。ピュン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 。言うこと聞いて。いい子だから。お願い。いい子だから。Z さん、ありがとう。最近初めてナウシカを見たので、知識がね、新鮮なんです。私にとっては。ナウシカ自体はさ、結構ね、長い作品じゃないですか。歴史の長い作品だけど、私にとっては最近、先月見たばっかりの作品なんで、ね、新鮮。お昼配信助かる。見に来てくれてありがとう。今日は12時半までするね。ちょっと準備しながらで申し訳ないけど。ラン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 ホーム。ラン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 。漫画面白い。そうなの？漫画原作？ジブリ美術館で書いてあったやつかな。なんか見たよ。見ましたよ。ナウシカの誕生秘話見たよ。ヨーカノさん、ハートありがとう。違うの？アニメと漫画と違うの？ふくちゃん、アイスありがとう。巨人兵。コンタクトレンズ。こんにちは。映画の続きが。そうなんだ。さらに続きがあるんですか？あの話に。いい話で終わらないってこと？お、ジブリ展見に行きます。わ、また違うやつじゃん。違うあれでしょ。ジブリパークとジブリ展でしょ。それ全部行きたい。全部で何種類あるんだろう。
全6巻で映画は2巻まで。ええー、じゃあ全然半分にもいってないってこと？気になるよ、気になります。ロネムさん、マイクありがとう。こんにちは。パーちゃん、はいよー、はいよ、はいよ。配信が終わったらすることはポニーテールを結び直すこと、綺麗に結び直す。お昼ご飯はね、もう食べたんよ。みんなからもらった、ショールームでもらったお肉ちゃんを焼いてオートミールと食べました。味噌汁と。マチャルさん、お断りです。お昼ご飯早く食べ過ぎちゃいました。10時半とか、10時半にお昼ご飯食べちゃった早すぎ、朝はヨーグルト、うん、美味しかった。塩コショウで味付けしました。ジブリパークは東京じゃないよ、知ってるよ、知ってますよ、分かってるよ、知っとるよ。ジブリパークとジブリ店っていうジブリ店がやってるんですよ。ジブリパークとは別にね。ジブリパークはチケットあるのは知ってます。こんにちは。そう、さっき東京って言ったのはそのジブリ店の話です。ジブリパークの話はしてない。ボサボサだ。こんにちは。そう、ジブリパークとジブリ店っていう、ジブリパークとじゃなくてジブリパークとジブリ店で1個です。ジブリそうだよ、ジブリ店、ジブリパークとジブリ店じゃなくてジブリパークとジブリ店の話でした。マブローさん、ハートありがとう。そう、ジブリパークは予約が2ヶ月前ぐらいから予約を取らないといけないので行けません、行けません。ちょっと難しいかも。寿命が来るまでには行ってみたい。そうだよね、紛らわしい。ノブローさん、ハートありがとう。もうあと少しで半になっちゃう、早い、あっという間です。しんちゃんさん、音符ありがとう。今日のお昼はうなぎです。あ、そうだった、今日うのつくもの食べる日やった、忘れてました。寝る前まで覚えとったのに寝たら忘れてた。そうじゃん、牛肉と、牛肉とオートミールと味噌汁しか食べない。ヨーグルト全然ダメだった。うどん、夜ご飯うどんにするしかない。牛の肉でもいけるの牛の肉、松阪牛の肉だから牛の肉か。守さん、マイクありがとう。オートミールね、明日にはもう一袋減りそうです。この背景からもうなくなりそう、今使ってる袋が。そう、広島のジブリ店はねもう行きました、この前行ってまいりました。ソタロウと一緒に行ってきた。
楽しかった。ナウシカを事前に見といて正解でした。ナウシカコーナーがめちゃめちゃ大きかったから。あ、うまい棒ね、わかった。うまい棒、もし今日うどん食べれんかったらうまい棒にするわ。何味にしようかな。明太子味かサラダ味かな。あ、うどん、えらい、う食べてる。う、こんにちは。どの作品が好きなんですか。どの作品、どの作品もね、何回見てもなんかリアルすぎて、リアルすぎるじゃないですか。でその場にいる感覚になるじゃん、ジブリって。だからどの作品も結構景色を楽しんでるんですよ、景色。その点で言うと、うん、千と千尋、王道すぎるけど、千と千尋とかトトロとかさ、そういうなんかその場にいるような、うん、風が吹いたら風を感じてしまうようなさ、動画を見てる気持ち、なんていうの、アニメーションを見てるってより普通に日常の動画を見てるっていう感じの気持ちになる。ポンポコ、ポンポコの説明も見てきたよ、この前美術館で。パンダコパンダ、スタローがパンダコパンダ好きだから、この前パンダコパンダのグッズを買いました。リデンさん、ハート、ナルシさん、音符ありがとうございます。こんにちは。他はね、あ、私は思い出のマーニーが好きです。思い出のマーニー、ナウシカ40年前、はい、40年前、すごい。40年経って初めて見た人いるの、やばいね私。40年、いやでも40年経ってもこうやって楽しめるっていうのはすごい。ポテチさん、ハートありがとう。うん、生まれてないね、40年前は。私の生まれる13年前。そうだよ、40年間私はずっとラン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 、もう怖い歌と思ったんですよ。でも違いました、実際に作品を見たら怖い歌じゃなかった。なんかバラエティとかでさ、あの曲結構怖い時に使われません？なんかそういう印象だったんよ。バラエティとかそういう作品以外のところで聞くことが多かったから、ずっと見るまでは怖い歌と思ってたら、平和な優しいシーンの歌だった。オウムの助け合いで生まれた恋。ムーさん、ハート。マリオ2さん、ハートありがとう。あ、ケンノジさん、ハートありがとう。めっちゃキノコさん、ありがとう。うん、なんかね、トトロとか、トトロとかもあれらしい、金曜ロードショーがあったからみたいな。映画館の人数、映画館に来た人の人数はそんな、その時にブームになったわけじゃなくて、金曜ロードショーの
が放送された後からどん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 人気が高まっていったみたいなことをこの前美術館で読みました。だからやっぱ金曜ロードショーはすごいすごいです。こういうおじさんがこうやって回してる、あれも私最初怖かった、ちっちゃい頃金曜ロードショーのオープニングのおじさん怖かった。出てきそうで、なんかこうやってやりながらだんだん画面外に出てきそうでビビっていました。テキサスのロンスターさん、バラありがとうございます。ヨーカノさん、ペンライトありがとうございます。え、あれ怖かったんよ、ちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃怖かった。お時間終わる時間、ほんとやん、27分じゃん、終わろうっと、終わる時間だ。今日も頑張ります。ミックさん、マイクありがとう、ありがとうございました。皆さん午後も頑張っていきましょう。今日もなんか口回らんかった口も頭も回らんかった。 Z さん、ファイトありがとう。夜配信までにはちゃんと口が回るようにしときます。見てくれてありがとうございます。みんな一日の貴重な時間を配信に分けてくれてありがとう。それでは壇上に行きたいと思います。うん、また夜配信します。では13位マルヒノさん、12位マー君、11位ユタパパさん、10位ミックさん、9位サンちゃんだよ、8位カイちゃん、7位キムさん、6位おみかんさん、5位フグちゃん、4位クワドリさん、3位オリちゃん、2位しんちゃんさん、1位ゼットさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうだった、うのつくものね。みんな今日はあのうのつくものを探して食べましょう。アイス、ウイスクリーム、今日だけうにならんかいね。ミッチーお断りです。ではまた夜配信で会いましょう。またねー。